満たされるよ。アメン。一週間元気でした皆さん。アメン。今日も神様に栄光の賛美を、皆さん立ち上がって共に賛美しましょう。
主は聖霊により受けたり宿り、乙女マリアより生まれ、恩典を受けるもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死ぬの地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生きる者と死んだる者と裁きたまわ、我は聖人を信ず、聖人の子供の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。お願いします。神様、感謝します。今日も私たちこのようにして、清い史実、主の御前で賛美をし、礼拝できる恵みに主を感謝いたします。主よ、今この時間、主と深く交わり、主を深く知れる時間とならしめてください。主、そして私たちこの1週間、いろんな罪を犯しました。主よ、どうか私たちの罪を許してください。今私たちが悔い改めるとき、主の十字架の血潮によって、すべての罪を洗い清め、清い心を持って主の前に出て賛美をし礼拝できるようにどうか助け導いてください。今からメッセージを語られる信子先生を祝福してください。その言葉一つ一つの上に主の力で満たしてくださり、それを聞く私たちの上にも主の素晴らしい祝福で満たされ、主の中で新しく生まれ変わる時間と楽しめてください。この時間ただただ主だけが望んでください。主の御心通りとなるようにしてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。はい、じゃあみんな挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。じゃあもう一度挨拶してみましょう。ハレルヤ、アメン、アメン。みんな1週間どうですか？元気でしたか？先生もね、とっても元気に過ごしていました。だいぶ涼しくなってきて秋らしくなってきたんですが、今日はいつの間にか9月最後の日曜日です。早いですね。もう1年、1月から始まりましたが、もう9ヶ月が過ぎました。もうすぐ、12月にはクリスマスもありますが、9月も健康で守ってくださった神様に感謝する小学部のみんなになることをイエス様のみんなによって祝福します。じゃあ先々週から先生がみんなに言っていることがありました。それは神様を恐れる心で礼拝しましょうということでした。神様を恐れる心、それは神様を心から尊敬して神様が素晴らしいということを認める心のことを神様を恐れる心ですよって言っていました。神様を恐れる心というのは手で触ったり目の前でこれが神様を恐れる心だよというふうに見せることはできません。直接見ることはできないんですが、神様を恐れる心はみんなが礼拝をしている態度に出てきます。心というのはね、みんなの態度に出てきます。例えばこんなことですね。礼拝の時間を守ったり、自分の聖書を忘れずに持ってきたり、献金は礼拝が始まる前に準備したり、賛美の時間は思いっきり神様を賛美したり、それに神様の御言葉に集中して聞いたり、礼拝中にお菓子を食べなかったり、まあ他にもいろんなことがありますが、こういった行動一つ一つにみんなが神様を恐れる心が現れています。だからみんなもこの中で一つでもいいから自分でもできそうなことからやってみてください。今日も神様を恐れる心で礼拝するみんなになることを祝福します。じゃあ今日の御言葉は新約聖書6章36節の御言葉です。せーの。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。アーメン。今日の題目はこれです、せーの。クリスチャンはイエス様みたいに憐れみますという題目で一緒に恵みを分かち合いたいと思います。憐れみという言葉、初めて聞くお友達もいると思います。この憐れみという言葉には3つの意味があるんですけど、こんなことです。
1つ目、優しい心。2つ目は親切な心。3つ目は相手のことをかわいそうに思う心です。これが憐れみという言葉の意味です。みんなの心の中には憐れみの心がありますか？イエス・キリストを信じている私たちクリスチャンはこの憐れみを持たなければなりません。今日の本文でも神様が憐れみ深くしなさいというふうに言っていました。じゃあなぜ神様は私たちに憐れみ深くしなさいというふうに言っているんでしょうか？それは私たちの信じているイエス様が憐れみ深い方だからです。私たちがイエス様に似てイエス様のように生きていくときに神様にもっと喜ばれる神様の子供になることができます。じゃあ今日考えるのはイエス様みたいに憐れむ心を持つためにはどうしたらいいのかっていうことを一緒に考えていきましょう。じゃあ一つ目これです。一緒に読んでみましょう。せーの。お返しをもらうことを考えないで助けましょうというふうになっています。イエス様は人を選んで愛したり人を選んで助けたりはしません。それに、あ、この子を助けたら私にお返しをしてくれるかな、そういうことを考えて誰かを助けることをイエス様は絶対にしません。なので私たちも、あ、私がこれをしたら相手は何をしてくれるんだろう、あの子は多分私がこれぐらいやってもお返しをしてくれないし優しくしても無駄だからもう初めから優しくするのはやめておこう、もし今こんな心が持っているならそれはね、今すぐに捨ててしまいましょう。自分に優しくしてくれる人によくしてあげるのはとっても簡単なことです。それはイエス様を信じていないノンクリスチャンの人でも誰でもできることです。でもイエス様はこんな風に言っていました。自分の敵を愛しなさい。自分を迫害する者、自分をいじめる者を祝福しなさいというふうにイエス様は聖書で言っています。初めはね、これをするのはとっても難しいと思います。でも私たちの心の中には私たちを助けてくださる聖霊様が共にいらっしゃいます。聖霊様に頼っていつでも誰にでも優しく助けるみんなになることをイエス様の皆によって祝福します。じゃあ2つ目です。じゃあ一緒に読んでみましょうか。せーの。神様のために使おうです。みんなには神様によって作られたこの素敵な体があります。目、口、耳、手足、全部神様が一人一人違うように一人一人愛して作ってくださいました。神様はこれを神様のために使ってくれることを願ってみんなを作りました。じゃあ例えばまず一つ目は目です。目はどのように使ったらいいんでしょうか？イエス様はいつも病気で苦しんでいる人や心が病んでいる人にまず先に目を向けてくださいました。神様によって作られた私たちのこの目も YouTube を見る、テレビを見る、宿題をするときに問題を見る、そういうときにだけ使うんじゃなくてかわいそうなお友達に先に目を向けるみんなになってみましょう。例えば休み時間、学校での休み時間に一人ぼっちでいるお友達がいると思います。それにどこか痛くて苦しんでいるお友達がいると思います。それは目に見える傷もそうだし目に見えない傷も同じです。どこかが痛くて苦しんでいるお友達が必ずみんなの周りにはいるはずです。みんなもイエス様のようにこういうお友達にまず先にみんなが目を向けてまず先に話しかけてあげるようにしてみましょう。じゃあ2つ目はこの耳です。耳はどうやって使ったらいいんでしょうか？今たくさん TWICE や BTS や、まあ、それ以外の歌手とってもいい歌がたくさんあります。でもその歌を聴くためだけの耳ではありません。友達と面白い話をするだけの時に使う耳ではありません。イエス様はお金持ちや偉い人たちよりもみんなから無視されたり弱い立場の人たちに
きましてくださいました。私たちもそういう人たちにまずは自分からあの人たちが何を言ってるんだろう、どんなことをしてほしいって願ってるんだろうというふうに耳を傾けて、イエス様みたいに憐れむ心で接しなければなりません。そのようにするとき、みんなは神様にとっても褒められる、喜ばれる神様の子供になることができます。じゃあ次はこの口です。今ねマスクで隠れててみんなの口は見えないんですが、私たちの口はいい言葉も悪い言葉も両方話すことができます。最近は SNS ってありますね。 Twitter、Facebook、もうインスタグラム、みんなはねまだね小学生だからやってないかもしれないけど、 SNS にはコメントを書くことができます。それでそのコメントで悪口を書かれた芸能人たちがとっても傷ついて自殺してしまったというニュースも時々聞こえてきます。これは芸能人だけの話ではありません。こういう悩みで悩んでいるのは小学生も中学生も高校生も大人も、どの年代の人もこの人から言われる悪口、悪い言葉で心が傷ついて悩んでいる人はたくさんいます。こんな風にみんなが話すこの言葉というのは人をね生かすこともできるし殺すこともできる、とってもね怖いものなんですね。だから私たちは何か話すとき、どんな言葉を話すべきかというのをいつも選ばなければなりません。神様はどんな言葉をみんなに喋ってほしいと思ってるでしょうか。それはポジティブな言葉です。良い言葉です。それに愛のある言葉です。そして夢のある言葉、人を元気づける言葉を神様はみんなに使ってほしいというふうに望んでいます。そしてこの口を使ってどこか大変な人、痛みのある人、かわいそうな人を憐れんで助けるみんなになることを神様はとっても喜んでくださいます。じゃあ最後この手足です。手と足ですね。神様は私たちの手と足を罪を犯すために使うことを望んでいません。そんな風にするために神様は私たちを作ったんではありません。じゃあなぜ私たちを作ったんでしょうか。それは神様を賛美して神様に栄光を表すために使うことを望んでいるから私たちを作ってくださいました。じゃあまずはみんなの周りにいる助けが必要な人、あの人は多分今私の助けを必要としているなと思ったら、その人のところにこの足で行って、みんなができることでこの手で助けてあげるようにしてみましょう。ただその人たちに本当に必要なのは何だと思いますか。それは私たちが信じているイエス様です。教会に生きている間、教会に一度も来たことがないお友達、そしてそのままおじいちゃんおばあちゃんになって死んでいく人はこの日本にもたくさんいます。でもみんなは今この子供の時からイエス様に出会うことができて祝福をたくさん受けています。教会に一度も来たことがないお友達は一生イエス様のことを知らないで生きていくかもしれません。だから先にイエスキリストを信じたみんながイエス様を知らない人たちのところに自分から近づいてイエス様のことをお話ししてみてください。簡単なことでもいいんです。あ、クリスマス会があるから一度来てみてね、みんなとってもいいプレゼントがあるよ。本当のプレゼントもあるけど、それよりももっといいプレゼント、それはイエス様だよとか、クリスマスだけじゃなくてもみんなが普段からイエス様のことを少しでもいいからお話ししてみてください。今日私たちはイエス様が憐れみが多い方だということを知りました。そして私たちは神様の子供です。神様の子供である私たちもイエス様に似て憐れみ深くなることを神様が願っているんだなということを今日勉強することができました。私たちの助けを必要としている人、一人ぼっちな人、痛みのある人、もしみんなの周りで見つけたら、その人が自分の友達でも友達でなくても関係なく憐れむ心でみんなができることでいいのでやってみましょう。例えばみんなが
今はお仕事をしていない学生なので、お金で何かをやってあげることは難しいと思います。でもそれだけが助ける道ではありません。みんなが本当に一言、大丈夫ですか、私が何かやりましょうか、この一言だけでもとっても優しさが伝わってきます。だから憐れむ心で、みんながそのようにするとき、神様はみんなのことをもっと愛して、もっといいものでみんなを祝福してあげたいなと思ってください。じゃあ最後に今日の本文をもう一度読んで終わりましょう。じゃあ今みんな聖書開いてますね。ルカの6章36節の御言葉です。じゃあみんなで最後これを読んで終わりましょう。せーの、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。アーメン。イエス様に似て憐れみ深い小学部のみんなになることをイエス様の皆によって祝福します。アーメン。愛する天のお父様、感謝いたします。神様、今日も素晴らしい恵みを与えてくださり、神様の御言葉を教えてくれてありがとうございます。私たちが神様みたいに、イエス様みたいに憐れみ深く生きていくことができるようにしてください。すべてのことを感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。先生がお祈りして、主の祈りで終わりたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。神様、今日も神様が人々を憐れむ心を私たちに与えてくださいましたから感謝いたします。私たちがこの世を生きていく間、本当に神様に作られたこの体を神様のために使う子どもたちにしてください。そして神様の栄光を表す子どもたちへと導いてください。また明日からの1週間もどうか健康を守ってくださり、また私たちがいるその場所でイエス様の愛を伝えることができるように子どもたちを祝福してください。また全てのストレス、悩み、全部イエス様の十字架の血潮で洗い清めてくださり、ただ今この時間、神様の恵みと平安で満たしてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを告白しましょう。せーの、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。神様に感謝の握手を捧げましょう。